った行ってない来たー。すごい、ここ財団だったんだあれお前まさかピーターの代わりに入る気か。あ、ピーターだ、ピーターだったわ。ちゃんと顔もついてて面白くないな。本当であればこんな感じで登場する。まあそんな大きくバグれなかったな。すごい、ここ財団だったんだ。ここからは一緒だもんな。悪者は見当たらない。マイルズとガン家の勘違いかも。マイルズ、着いたよ。でも謎のサファリ海賊団は見当たらない。そんな痕跡はあったのに。無駄足になっちゃったね。気にしないで。一人二役。ポイ捨てありえない。マイルズ劇場じゃねえかよ。俺が聞きたいよ。あっ、何これ。あ、普通に戦えるでしょ。襲ってこないなんてないでしょ。え、なんか敵対しない、もしかして。マイルズのカゴ？なんか襲われないわ。ん？なんだこれ、なんだこの、どっちなんだ。敵の防御をかいくる。あ、チュートリアルが一応挟まってるからですね。多分この後から襲われるでしょう。虫けらめ、クモ型類だってば。あ、やっぱ襲われる。どこでこの装備ゲットしたの？抑えちゃうのもあり。ない。普通こんな感じですね。悪者は見当たらない。マイルズとガンケの勘違いかも。全然違うやんけ。でも謎のサファリ海賊団は見当たらない。かっけえな、やっぱり。そんな痕跡はあったのに。気にしないで、きっと見つかる。ポイ捨てありえない、なるほど。これ面白いのがね、いきなり敵に見つかったところから始まるんですね、ムービーの流れから。で、いきなり敵にウェブストライクっていう風に始まるんですけど、マイルズでやった場合、まあ、バグでやった場合なんですけど、この絶対に攻撃しなさいのとこから始まらないので、それが面白いっすよね。で、どっちなんだ。悪者は見当たらない。マイルズとガン家の勘違いかも。マイルズ、着いたよ。でも謎の、これスキップしてみようかな、ムービーを。なるほど。どういうことだ。
チュートリアルっぽいのが出ないのが面白いところだと思うので、なんかね、自動で追尾しないっすね。なんで当たらんのだけど、攻撃が。本当だったら連続攻撃できるのに、追尾しないからか、当てにくい。自動ロックオンにならん。うーし、あたりを調べよう。お、できた。あれは何だろう。普通にできたわ。やった。答えのありかに連れてってくれるかも。このまま進めてみましょう。おじさん頼むよ。すぐに連れてって。あー、またぶつかる。このクローキングいけてるね。お家の中見せてくれる？この敵は？またクロークか。スーツを使って奴らの視覚周波数を特定してみよう。襲ってくる？ねえ、君たちのボスはどこでかくれんぼ？ライフスタイルについてお説教したいんだけど。虫けらごときに会う資格はない。スコーピオンにはあるの？あ、そう。なんで襲ってこねえんだよ。ある意味これはね、面白いのでは。ガーガンをディスるつもりはないけどさ、あいつには何度も勝ってるんだよね。その度に容赦しただろう。殺さなかったってこと？僕、殺しは趣味じゃないんだよね。すごい綺麗に取れるけど、敵が襲ってこなくなる。あ、でもこういうあた、え、なんか自動追尾攻撃ができるわ。自動でね、こう連撃できるんですよ。本当は若干自動ロック入って、さっきできなかったんですけど。お、すごいじゃん。ただただこっちが有利になるバグ。うい、獲物が誰か分からせろ。うい、お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 い、今で防ぐんだ。待って、全然死なないんだけど。こんなに耐久値高いっけ。さすがに倒れたか。これ、来い！襲ってくる。さすがにここからは襲ってきますね。どうしてだよ。